そしたら今度はですね、ビューレットビルダーで、えー、ズームやってみたいと思います。ズームですね。はいえー、このですね、まあ、ズーム拡大なんですけど、拡大したい画面ですね、タイムラインを持ってきまして、えー、挿入から、えー、ズームというのを選んでください。で今、四角く出ましたけど、これがズームされる範囲になります。よろしければ、えー、これで OK。 でえー、ズームとなりますで一旦ズームされますと、えー、そのまま終わりまでズームの大きさになりますので途中で元に戻そうと思う時はですね、えー、元に戻すところあたりをタイムラインで選びましてもう一度、えー、挿入の、えー、ズームと選びますで今度はズームじゃなくて、えー、フルサイズ元の大きさに戻します、はいえー、見てみますと、えー ズームされまして、元の大きさに戻ると、元の大きさに戻ると、そういうことができるようになりました。このズームのですね位置もですねえとドラッグしてですね移動することができますので、結構自由にですね設定変えられます。はい、ズームでした。